どうもこんにちは、ナムと申します。本日もランクマ1000円目指してやっていきたいと思います。この撮影をしているのが11月の25日土曜日、そして現在の順位がこちら4563位となっております。今日も頑張って勝っていきたいと思います。で、相手の初手が海竜で、こちらの幅神子では一応出しがちだと思うんですけど、まあ相手が引いてくる、テラスターをしてくる可能性とかを考えれば電磁波から入りたいんですけど、まあガチグマたちに引かれ、ランドには多分引いてこないと思うんですけど、引いてくるのはガチグマってことを考えて、まあ一応他は無法から入ってきましょう。一応何があるか分かんないんで、もし青ケツ突っ張ってきた、突っ張ってきたらいいけど、何をしてくる。柔らかいね、意外と柔らかいぞ。あ、弱砲だったら別にだな。弱砲なら落ちるんじゃない、これ次ヘッドレス。 OK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  ってなれば、弱砲のやつ確か誰かが上げてたな、前シーズンの構築記事に。確か鋼タイプでしょ。もしそれだとするのであれば、このムーホがちょっとしんどいんですけど、さすがに耐えられちゃうと思うんですけども、いや、ムーホでいいや、ムーホでいいや。あ、ジェット、ジェット、うわ、新速じゃない、ジェットなのお前。え、今の時代ってジェットなの、マジかよ。待って、え、あーほほほほ、おーっと、ちょっとピンチだこれは。マジどうしよう。マリルリオはちょっと削られたくない気持ちあるから、サフから入りたいけど、サフの風船潰れちゃうな。いや、今日、いや、サフから入ろう。多分ね、風船あることによって相手地震とかあったとしても、多分こっちに打点がないんだよね。で、考えればワンパンされることはないければ、ここはまあ相手がビビって悪者から入ってくれば、まあ陽気陽気って感じで、ここはシャドーボーで落ちて、多分シャドーボーで落ちると思う、さすがに。どうだ、あー、で、ほら、オッケーオッケーオッケー、ビビってジェットが来ましたね。で、ここでシャドーボーで突破したい。頼む、落とせよ、落とせよ、頼むよ、ここ大事だからな。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、まあ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 、いやー、まあ微妙だな。でね、この今4000台まで来たんですけど、一応勝敗差は着実に広がってるんですよ。一応勝敗差がまあ広がってはいるんですけども、おっと、交代活性で、あ、攻撃ですね。で、広がってるとはいえ、やっぱシーズン終盤になってきてるんで、勝敗差を広げても順位が上がらない事態が発生して、勝敗差を1上げてもやっとトントンなんですよ。なので、確実に連勝していかなきゃいけないんで、一戦一戦のプレッシャーがえぐいと。ここは多分ね、持ち物持ってないし、攻撃上げたとはいえ持ち物持ってないんで、ここはね、多分格闘って多分バレないし、相手多分旗聞くと思うんだよな。でしょ、素早さこっち負けてて、手合わせない、多分さすがに旗聞いて落ちるだろうスタンスだと思うんで、で多分スケショもないでしょ、多分ブエナってなれば多分ないと思うから、多分ね、これは耐えての、多分ね、カウンターで飛ぶんじゃない。オッケー、来た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 、で、これ耐える、全然効かない、オッケー、でかい、で、これで飛ばす、たぶん、いや、たぶんね、意外とね、届くすき耐久ない案件なんで、これで飛ばせば、で、あ、耐えた、耐えた、耐えたよ、こいつ。で、ここ多分飛行テラバクでしょ、飛行テラバ、あ、今日飛行テラバ引けなったらいいか、こいつ飛行テラバするんだったら、裏のマリルリが結局アクアジェットで落ちるラインまで持っていけるんで、これは余計に計らえじゃね、いけんちゃう。トドクツキだって回復手段も羽休めか。あ、そうか、トドクツキ羽休め読みシャドボでもいいのか。あ、激輪が来た、激輪が来たのであれば、あ、待って、これはマリ、今結果論だけどマリルリバックっていうのも選択肢にあったと。で、相手、待って、これテラスターしないの、あ、今日、そっか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 、ここ効かないから、確実に、確実に効かないから、で、相手はもう引けないから、ここはアクアブレイク安牌だろ。ジェットはさすがに怖すぎる、ジェットはさすがに怖すぎるから、アクアブレイクで命中不安のやつを解消して、まあマジでこいつのジャイツが怖いんでね、今シーズン意外と当ててくれてるんで文句は言えないんですけど、ちょっとそれでも心配な部分はある。さあ、ラスト一体どうだ、相手テラス切ってないのちょっとキモい。ウーダンス来い、ウーダンス来い、頼む、何やんでも一緒だろ、早くそっさと出せよお前。さあ、どうだ、あ、来た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 、いけ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 、で、何、どっち打つ、水、オーケーオーケーオーケーオーケ ー, ー, ケーで、相手はもうここでドクテラ、鋼テラが来なければジャイツクが安排、多分ね、水テラだと思うからジャイツクでいいと思うんですけど、いやー、ドクテラはキモい、鋼テラスだったらバカジカでいけるかな、これはジャイ、いや、まあ、いや、じゃあジャイでいいや、ジャイでいいや、頼む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 、何かの間違いで
何かの間違いでアクテアスとか来ないかな、無理かな。剥がれなら、まあ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 、よきよきよき。いやー、多分、剥がれたら多分相手の火力アップがないから、多分2回ぐらい耐えるよ。で、ここ、なんであんの？なあ、なんでだよ。いや、ダメだよ、お前。いや、やばいって、これは、やばいも何もクソもねえか。うわー、ミスったなー。うわー、マジか。これはダメ。待って、マディデリ雷パンチ避けないかな、避けないかな、なんか避けそうな気するな。避ければバカ力で落ちるでしょ、多分。避けろお前、頼み。ご視聴ありがとうございました。この調子この調子はやばいな。頑張って1000人以内いきます。高評価、チャンネル登録、応援お願いいたします。それではバイバイ。